はい、どうもこんにちは、大キャノンです。今日はですね、日曜日ということで、昨日見た大の大冒険アニメ第34話の、感想を言っていこうと思います。やっとこの1話でちゃんとできるっていうね、ちゃんとねスケジュールを持ってやりたいと思います。はい、では、アニメ34話ロモス武術大会なんですけれども、まずね最初は、ダイたちが、テランからねバランとの戦いが終わって、そこからパプニカに帰ってくるシーンですね。気球でね帰ってくるんですけど、私ちょっと思っちゃいました。気球でかくねっていう、確か最初と3人で出発した時の気球となんか明らかに違うんですよね。なんかめちゃくちゃ人数は増えてるんですよ。クロコダインとヒュンケルが加わってるので、あとはマトリフ師匠もいるんでめちゃくちゃ多くなってるんですけど、なんか普通に全員結構余裕持って乗れちゃってるんですよね。いやもうあれ全然違うんじゃないかな、大きさがねっていうね、ところでした。まあちょっとそこはまあ別にどうでもいいんですけど、で、シーンはですね、レオナ姫が何かをしようとしているというね、ところになって、そしてあとはダイたちが、なんか修行をしているね、ところになります。で、まあドラゴニックオーラの力をねダイがもうまざまざと見せつけてね、いやすごいなと同時にですね、弱点も出るんですね。まあ、やっぱパワー切れをすぐ起こしちゃうというところと、あと武器がないっていうね、ところがあるんで、そしてその武器をね求めてるダイたちで、覇者の剣というね伝説の武器がなんとロモス武術大会で手に入るとね。なんかこのロモス武術大会で覇者の剣が手に入るのはどうなのかっていう、ね、っていうかまあロモスの王様ももしそんな持ってんだったら、ね、ダイにくれればいいのにとか思うんですけど、まあそれでね、行くんですけど、それを、まあ、見送ったクロコダインとヒュンケルもいて、ヒュンケルはねなんかアバン流総殺法、ラーハルトから鎧の魔装を受け継いだんで総殺法を極めるみたいな、そういうねことをクロコダインに言って、去っていくというね。いやヒュンケルかっこいいですね。アバンの使徒の長兄としての、ね、役割っていうね、そういうのをしっかり意識しているキャラなんじゃないかなと思います。はい、そして、舞台はですねロモス武術大会に移るんですけれども、なんとですね受付がもう終わっていたと、もうこれもなんかお約束ですけど、受付は終わっちゃってて、まあ要は参加できない。で、まあ、参加できないっていうくだりになった時に、まあ、帰ろうかっていう時にねなんか可愛い子ちゃんが出てるっていうのにポップが反応してしまって、まあ、それを見に行く、見に行ったらなんとそれがはいね、これも待ってました。私はマームです。まあ、ちょっとなんかそれを匂わせるシーンはねちょっと前にあったんですけど、マームがね武道家マームがついにアニメになりました。はい、まあ、ちょっとなんか別れてからバラン戦だけだったんでそんな短期間で身につけられるのかっていうところもあるんですけど、まあでもねマームさんがね剣聖ブロキーナ師匠に教わって、まあ非常にですね美しい武道家姿で、我々の前に降臨されました。はい、でですねマームがなんかすごい今ツイッターで話題になってて、それはですね、まあ、そのタイツを履いているというのがね黒タイツっていうのがなんかトレンドのワードになっててすごいびっくりしましたけど、まあ、確かに漫画のマームはね生足なんですよね。まあ、そこはやっぱりちょっと今のアニメということで規制が入っているというところでしょうね。まあでも全然全然そこじゃないんで、はい、マームさんね素晴らしい武道家姿かっこよくて可愛いです。もう良かったですね。で、まあポップはねそこの前ザボエラに騙されてますんでなんかマーム疑うんですけど、まあそこもねちょっと原作とは違う感じなマームの確かめ方でしたね。まあ、ちょっと原作のはねやっぱりそういうところは
今のね規制の嵐なんだなと思いますけど、まあね、まあ別に、まあ、ちょい違和感はちょっとあったかなっていう、ね、ところですけど、はい、まあ、そういうね、シーンもありながら、まあ、またあとね大ネズミのチューがついに、ダイとポップと出会うっていうねところで、あとはマームがねそのバランセンのことを聞いてね、結構まあなんか父と親子のね殺し合いに加担できないみたいな、ちょっとそういう意味深なシーン、そして、最後ねザブザが出てきちゃうというね、はい、まあ、次回そのザブザがね本性を表すと思うんですけど、というところで、この第3巡は終わってました。はい、まあでも本当にねちょっと感激がすごく多いですね。私はやっぱり武道家マームが初めてアニメになったというところですごく嬉しいですね。本当にこの大の大冒険が最終まで続いていくんだっていうね、本当に期待をどん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 高まらせております。はい、ぜひね、ここから今までアニメで描かれなかった展開がどん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 盛り上がってきますので、ぜひね皆さんも大の大冒険、35話をね、やべ35話のタイトルちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、ぜひ見てください。それでは、大キャノンも、35話も、リアルタイムでね追いかけていきたいと思います。それではさよなら。